はい、えー、こんにちはルノサです、えー。コンピューターネタです。えっ、ー、とブログなんですけれども、だいぶあのコンパイラー改良しまして、えっ、ー、と今計測したところなんですけれども、えっ、ー、とかなり速、えー、くなっています。えっ、ー、とベンチマークのクイックソートですけれども、えっ、ー、と倍以上速くなったのかな。えっ、ー、とリップスもメガ。 はこの間、ギリギリメあの1メガ程度だったのが3メガぐらいまで、えー、と水路の速度が上がっています。それから、ナインクイーンズで十六回連続実行が、ね、328ミリ秒程度にまで、えー、と短縮されました。えー、SWI が312ミリ秒ですので、あと20ミリ秒切ったな、えー、なのでおそらくあの超えられると思います、SWI を。 えというのはですね、あのまだ、えーとえー、と複合体ですね、あのえー、とリストだとか演算子だとかをです、ね、コンパイル時にあらかじめ展開しておくってやれば、まだまだあの早くなるはず。現在のところはです、ね、あの単行の変数、それから変数、定数個、2、え、ル、ー、か,か、空、えー、リストですね、それだけをあの 最適化してるだけ,なんですけどそれでも、それでもかなり肉薄してますんで、少なくともあの、ナイクイン数に関しては、近日中に、えー、超えられると思ってます。これね、私にとってはね、今ちょうど今、オリンピックやってますけどね、私にとっての、ね、オリンピックなんですよ。あの前から SWI プロ,ログを超えたいなということで、ジャンププロジェクトということでやったんですね。 SWI、えー、もね、やっぱりジャンさん頑張ってるからだんだん速くなったんですけども、えーっと、だいぶいいところまで追い詰めましたんで、追い上げましたんで、もう一息、えー、ですね、えーまああの、クイーンズだけじゃなくて、いろんなところのベンチがあるんで、なかなか全部について超えるいうのは難しいかもしれないんですけれども、えー、かなりいいところまで、えー、追い詰めたんじゃないかなと思ってます。まああですよあの SWA プログっていうのはですね、全米ランキングナンバーワン、あるいはあの金メダルリストみたいなものですので、それと並ぶとか、るいはね、超えるって言ったらねあのす、私にとってはすごいんですよ。だって私、別にあのプロの研究者でもなんでもないんです、極東の日本のアマチュアがですね、あの,あのすごいジャンさん を超えるって言ったら、いや、我ながらすごいんじゃないかなと思ってるんですけれども、えー、なんとかね、金メダルを、えー、取ろうということでね、私の、これが私の今の、えー、オリンピックです。えー、っと、頭の方もあの絶好調で、あ、それで、今日ね、えー、っと、それで思い出した。 あのワクチン接種を受けてきました、ね、例のコロナのワクチンなんですけど、第1回目、ですねあの視聴者の方からね心配、えー、されましてね、あれって大丈夫ですかなんてね。あ,のあ,あれあの 受けちゃうと頭、知力が低下するんじゃないですかとか、ね、いろいろご心配をいただいたんですけれども、えー、大丈夫でしたあの、副反応全く出てませんし、えー、痛みもないしあの15分間あの観察見なんですけれども全然何ともありませんし、えー、周りに人たちかなり人数いたんですけれども誰もあの気分悪くなった人はいませんでしたしね。 えーと大丈夫だと思いますよ、あのまあ、いろんな体質の方がいらっしゃるんで、うん、全部が全部、絶対 OK ーってことはないんでしょうけれども、あのー、多分大丈夫じゃないかなあのと、それほどあの危険なもんじゃないと思います。えー、で、なんとかね、これであの収束してくれて、経済が元に戻ってくれると、本当にいいなと思ってます。 あ本当にいろいろ医療関係者の方とかね、大変な思いで尽力されているんで、本当に感謝を申し上げます。えー、私もなんかあの収束したらです、ね、また違う意味で、私のできるところで、えー、私の周辺、あるいは日本経済になんとか貢献したいなと思っています。もう本当に、ね、中国にはもう恨み,つらみ ですよ本当にもうウイルスなんか絶対持ち込んでほしくないねどれほど世界中が大迷惑者なのかと思いながらもえという思いと本当はあの日本の医療の関係者の方々の尽力にあの心より感謝を申し上げますはいそれじゃまたお会いしましょう。